ではですね続きまして、えー、近畿大学の岡野秀行先生にシエラ・レオネの事例についてお話しいただきたいと思います。あの実はですね えと今回、まあ、ずっと世論調査というお話を最初からしているわけですけれども、えー、岡野先生にはです、ね、そうではない観点から、ぜひこの問題を、えー、書いていただきたいということで、あの執筆を依頼したという経緯がありますので、あの岡野先生、片身が狭い思いをされているかもしれませんが、世論調査なしで、あのーえー、ご報告ということでよ、はい、よろしくお願いしますすよろししくお願いまこちら、共有、ちゃんとできてますか。 大丈夫ですわかりました。じゃあ始めさせていただきます。えー、ということで、近畿大学のおかんと申します。えー、私、えーと、国家と人々の関係っていうのを、分割人類学の立場から見ています、えー。フィールドワークで人々と接したりですね、まあ、話を聞いたりとかしているわけですね。ということで、まあ、先ほどおっしゃったように、薄江近先生におっしゃっていただいたように、まあ アンケートとか統計っていうふうな、えー、手法は使っておりません、えー。ということでですね、本書ではね、本省で、えー、ちょっと浮いている存在なんですけれども、まあ、国家をことを考えるという意味ではですね、まあ、面白い現象というふうなものとしてですね、させていただきました。えー、で、c ラレオネなんですけれども、約20年前まで、えー、内戦をやっていました。えー、正確に言うと1991年から2002年まで内戦を経験しています。 私、実はその内戦の研究をしていたので、すね、えー、そうするとです、ね、その時にエボラ出血熱が発生してしまったという,ふうなことになってしまったので、まあ、エボラ出血熱の研究、特にまあ社会科学の視点からエボラ出血熱を研究するという,ふうなことになってしまったわけです。えー、で、本書で書かせていただいたのは、その現地調査に基づいていると、えー、そういうことになります。で、えー、本書の要約なんですけれども、えっ、ー、と、えー、こういうふうになります。 えー、エボラ危機時、シエラ・レオネでは住,、えー、住民が動員されてエボラ対策が実施された、それは政府による組織を通じた動員ではなく、えー、政治エリートの人脈、個人的な人脈を通したインフォーマルな動員であったとっいう話です。まあ、この、えー、話から言えるっていうのが何かって言いますと、まあ、内戦を経験したシエラ・レオネでは政府に対する評価も低いし、国家に対する帰属意識も薄い。まあ、そうした効果が エリートと非エリート、まあまあ、一般の人々ですよね、えー、どのインフォーマルな関係を通じて機能してましたよという,ふうなことをです、ねえー、指摘したいとで、こういうふうに思うわけです。でえー、発表の構成、4段階です。まあ、4段階ということだけ覚えておいてください。えー、まず1段階、えー、エボラ出血熱および西アフリカの有効の特徴というのを述べさせていただきます。 えー、エボラ出血熱どんなものかといいますと、まあ、ウイルスを病原体とする急性ウイルス性感染症で、まあ、40%から90%という高い致死率を持ちますよと。特効薬、ワクチンというのは存在しません。えーとまあ、まあまあこの時には存在しませんでした。えー、で潜伏期、えー、つまり、えー、感染しても病気、えー、症状が出ないという期間が2日から21日と言われていますで。1回発症すると、大体病気は7日,7日から14日続きますと、えー。その後には回復するか死亡するかというふうなことります。 で病気、えー、あ、すみません、症状なんですけど、インフルエンザ用の症状で、つまりなんか関節が痛いとか、えー、高熱が出るか、そういうやつですね、そこからです、ね、胃腸症状が発展します。まあ、腹痛とか下痢とか、オートっていうのが発展します。特にオートっていうのが、えー、大きいらしいです。えー、というふうな、えー、病気になりますで。出血熱って言われるんですもう、出血は3%だというふうに言われていますで。どうやって感染するのかって言いますと、接触感染です。えー、感染者の体液とか、オー吐物とか痛い、えー、とかですね。 えー、に触れると、まあが、体内に入ると目とか、ですね、えー、粘液から入ると口に入れたりとか、えー、するとですね感染してしまうというふうなことになります。で、この、えー、エボラ出血熱が西アフリカを襲うというふうなことがあるんですけども、えー、この西アフ、えー、エボラ出血熱なんですが、2014年から2015年にかけてですね、消、えー、血を吸いれたと。えー、でぎ、えーと、巻き込まれたのはギニア、リビリア、シエラレオネという西アフリカの3国です。 でエボラ出血熱の,の集結宣言ってのは2015年11月、あこれシエラレ、ね、シエラレオネは、まあと10えー、2005年11月,、えー、11月に出されたというふうなものです。えー、でその規模がどのようなものだったのかっていうのと、えー、いうのですが、これ、えー、と黄色の道具だけ見て,見ていきますね。まあ、全体、えー、西アフリカの3国、プラスアルファ、このほかの発生国も含めて、大体2万8000人の方が、まあ、感染していると、えー、そのうち死者が1万1000人ですよと。 でシエラ・レオネはです、ね、そのうち1万4000人、約1万4000人の人が感染して、まあえー、4000人近くの人が、えー、死亡したというふうなことがあります。でこれですね、えー、シエラ・レネオネの、えー、人々の人口が700万人っていうふうなことで,、えー、ですので、まあ、その数、えー、ちょっと参考になるかと思います。で、この感染、どういうふうに広がったのかっていうのを、まあ、こう三国のグラフで見ていきます。ここうすするとですね、これ、えーとー メインの 5,、えーと 5, 月ですね、5月からどどどドどドんドドドドと増えていくっていうふうなことが分かると思います。えー、ということで,です、ね、最初の数か月、えー、メインから、えー、ノーベンバ、ン、ディセンバーなので、5月から11月、12月の間はぐわっと広がっていくと、でそのあと収束していく、収、え、束、ー、はわりとスピードが速いっていうふうなことが分かるのではないかと思います。 えー、こんなふうなんですけれども、このグラフだけを見てみるとわからないんですけれども、実は教えられる中で、いろいろ感染が流行った地域とそうでない地域っていうのがあるんですね。まあ、簡単にに言うと、えー、地域によってムラがあるわけです でその広がり方、どうやって広がるかっていうのを見ていくので、ちょっとシエラレオネの,この地域を見てもらいますあの。そんなに難しい話しないので、えー、ここ見てみると、北部州、西部州、南部州、東部州、1、2、3、4、4つあります。で、えー、エボラがどこから入ってきたかっていうと、このカイラフンとケネマ、えー、県なんですよ。で、今,今回の,あの舞台になってる、この話の舞台になってるのは紫色の西部地区っていうようなところです。ということで、ですね、えー、この東部州は、 このハイアフンケネマっていう赤い丸と黒いこの、えー、ていうところに分けます。であとは南部州西部州北部州という、えー、ところがの死者数っていうのを確認するとどうなるかっていうとこうなるんですよ。でもう大事なのは、えー、とピークがどこにあるかなんですけどこうやって見てみるとですねええー、と感染の中心が移動しているっていうふうなことが分かるというふうに思います。 で、この僕が今日扱うのは区、首都の西部地区なんですけれども、ここに来る頃には、えー、このケネマフォンとカイラフォン県、あるいは北部州っていうので、かなりの、えー、人が、感染者が出て、えー、落ち込んでるわけなんですよね。ということは、エボラ出血熱に対するノウハウっていうのが、すでにもうあるっていうふうな状況なわけです。で、どういうふうな、えー、対策システムが作られたのかっていうと、こういうふうになります。 えー、ポイント3つです。第1にホットラインが作られました。患者と思われるような、えー、人物が見つかれば通報するっていうシステムが作られたわけです。で2つ目に隔離施設が作られたと。ホットラインにかけると救急車がやってきて、えー、患者を感染施設にあ隔離施設に収容します。で、この隔離施設は感染が確定していない人が収容されると。で、その間、確定隔離施設にいる間に血液検査がなされて。 えー、もし陽性が判明すると、治療センターに運ばれるというふうなことがあります。でもし患者が死亡した場合は、埋ンチームによって、えー、埋葬されると、えー、こういうふうな制度は、ですねすで、えー、にフリータウンがエブラに巻き込まれる頃には出来上がりつつあった、もちろん混乱はあるんですけど、出来上がりつつあったというふうなことです。じゃあ、ここで問いたいのは、えー、首都フリータウンではいかにしてローカルコミュニティがエブラ出血熱対策に動員されたのかっていうふうなことです。 でフリータウン、どういうところなのかっていうと、こういうところで、えー、と右の地図のようなところにあります。でえっ、ー、と左が写真です。えー、人口105万人、えー、700万人の国で100万人ほどが住んでいるというふうなところなんですけれども、えー、ここでですね、えー、何が起こったかっていうふうなことなんですけれども、私、2016年、2017年に大体3週,間ぐらい、ね、3週間ぐらいのフィールドワークを2回。 行いました、えー、夏休みに3週間ずつ行ってきたんですけれども、えー、その時にですね、まあ、ローカルレベルでどういうふうな対策が実施されたのかっていうのを見ると、ですね、えー、とローカルコミュニティに検問所がち、えー、と設置されていると、でしかもです、ね、でみんな同じような話をするんですよ、えー、これがね、こういう話なんですけども、我々はコミュニティの入り口に検問を張り、自分たちのコミュニティを守った、検問所は大通りにはなく、コミュニティの入り口にある。 そこでは若者が動員され、車や徒歩で通行する人の体温を測定し、手を洗わせた、もし熱のある人が見つかると、政府のホットラインに連絡した、そうすると患者を運ぶための救急車がやってくる、こうして私たちは自分たちのコミュニティを守ったんだっていう,ふうな話なんですよ。で、ここでコミュニティってどういうものかっていうものなんですけども、これですね、自発的に作られたものです、コミュニティの入り口に離れて、フリーダウン市内に50箇所以上あったというふうなことです。 でえー、軍や警察っていうのは幹線道路上に正規の検問所を設置しているんですけどそれとは違うというふうなことなんですね。でえー、じゃあ、この住民が作った検問っていうのは何なんだ,こいつ何なんだと、えー、検問所っていうのはどのような人々にっが誰によって動員されたのかっていう話と体温計や消毒液のバケツこういうふうなものをどういうふうふに入手したのかっていうふうなことです。 この2つの疑問について答えるというのが第3段階なんですけれども、えーえー、と私ですね、えーとー、集中的に調査を行ったのが2017年の9月にグラフトンというね、えー、郊外の町でコミュニティーリーダーに聞き取り調査を実施したんで、その時の話を見ていこうと思うんですけれども、この時、えー、どういうふうなことかというと、コミュニティを誰が組織したのかというと、実は、ね、自治会なんですよね。 ああごめんなさい、自治会前にこれ、この話、です検問。検問所にはコミュニティの若者男性が動員されているという,うなことで、毎日6ドルの日当が払われて、えー、12時間シフトで雇われていると、でこの動員の担い手は、グラフトンの自治会だと、えー、エグゼクティブコミュニティだだと言ってたんですね、この自治会、まあえー、どういう人たちがいるかっていうと、まあ、こんな人たちがいました。 議長、副議長、初期、天然リーダー、女性リーダーなどっていうふうな、約20名のメンバーがいるんですけれども、この人たちがどういう人たちなのかっていうと、ですね実はメンバーの多くは、ですね、えっと、自治会だけではなく、他のところでも影響力を持っている人だっていうふうなことです。例えば戦争未亡人組合の機長とか、あるいは伝統的チラシ、トラディショナルヒーラーですねの職業団体があるんですけど、そのメンバーであったり、 あるいは、えー、トライバルチーフ、部族主張って訳,訳したんですけど、これはインフォーマルな役職です。えー、フリータウンで、えー、と複数の民族が住んでいるので、えー、そうした民族に情,情報を伝えるとか、そういう代表になるっていう、そういうふうなインフォーマルな役職らしいです。そういう人たちがいました。で、えー。ごめんなさい、えー。こういう人たちからなる自治官によって、まあ、検問が張られたっていうふうなことなんですよね。 じゃあ体温計や消毒液のバケツなどをどういうふうに入手していたのかっていうとですね、まあえっと、国会議員や地方議会議員その他影響力のある人が仲介を果たしていたっていう,ふうな話です。ということで、えー、伝統的、えー、治療、えー、組合、治療仕組み同盟のメンバーと、えー、国会議員と地方議会の活躍というこの2つを今から見ていきます。 じゃあこの伝統治療院何をやったかというと、こんなことを言っています。われわれの組織はフォーカス1 0 0 0というローカル NGO から支援を受けた、エボランについては啓発活動をフォーカス1 0 0 0から受けた後私たちはンメンバーとともにコミュニティを回り、人々に対して啓発活動をした、こんなことをやっちゃいけない、エボランの人が見つかったらこういうことをやりなさいというふうなことを言うんですよね。で、検問所で必要な物資というのも実はフォーカス1 0 0 0から受け取ることができたというふうに言っているんです。 えー、つまり、コミュニティの検問所で使うものを自分の所属、職業団体の契約する NGO、えー、契約のパートナーである NGO から引っ張ってきたということ,ことなんですよね。えー、じゃあ、次に国会議員や地方議員、えー、どういうふうなことをやってるかっていうと、地方議員とこ,こ,こういう人、ことを言っています、えー。グラフトンには4つのチェックポイントがあった、私のところはフォーカス線から物資を受け取っていたが、ほの3つの検問所は地方議員から、えー、支援を受け取っていたと。 その他検問に参加した若者は、検問に参加したのは地方議員にそうするように言われたからだ、えー、必要な物資は地方議員が持ってきたって言うんですよ、えー、じゃあ、この国会議員とか地方議会議員、何をやってたんだっていう風なことをですねが気になったので、実際に会いに行ったんですで、グラフトンの選挙区の人には会えなかったんで、別のところです、えー、別の地方議会に会いに行ったら、この地方議会の A さんは、ですねこういうことを言ってました。 エボラ時に地方議会議員がやったっていうのは人々にエボラについての啓発をしたり人々を啓発キャンペーンに送ったりするっていう,ふうな研修を参加させるということです。で、2つ目にワークショップを開催して人々にエボラについて啓発することで3つ目、えー、検問所どころにの支援をするっていうふうなことで,です、ね、コミュニティの人々どんな人がいるかっていうのをよく知ってるからできるっていう仕事をやったわけなんですよね。で、えー、じゃあ地方議会 B, B さん何言ってたかっていうと。 エボランの時国会議員がそれぞれの地域で対策をするように基金が与えられたと。国会議員ですねちょ。国会議員が与えられたんですね。えー、それで、消毒液やメガホン、えー、体温計などが購入された。しかし、国会議員の知っているのは自分のコミュニティだけであると。そのため、国会議員が遅延のないコミュニティに対しては、我々が物資を分配したり、他の人を動員したりすることになったと。えー、そこは、送のほかですね、物資は国会議員から分配されるもののほかにフ、えー、フリーダウン市議会で配われたり、病院から分けてもらったりしたという,ふうなことを言っています。 とということで結論なんですが、どういうことが言えるかというと、国会議員が政府との橋渡し、で政府の上にはこあの国際社会から提供された物資があるわけですよね、が政府に降ってくると、それを分配するっていうのが、まあ、国会議員だと、その地方国会議員とか、あるいは地方議会議員、それ、彼らが仲介することで、ローカルなコミュニティまでつながる、エボラ対策の物資分配システムが構築されていたんだっていうふうなことが言います。 と、えー、ということで本事例から国家の帰属を考えると、ですシエラ連盟ンでは政府に対する評価も低いし、国家に対する帰属意識も複数になると、えー、そうした国家がエリートと非エリートのインフォーマルな関係を通じて機能していっているということが、この、えー、調査からまあ分かってきたとで、このような政治のインフォーマル化っていうのは、まあ、複数の民族をまとめ上げるっていう機能もあるっていうのが1970年代の研究であるんですよね。 でアフリカ国家の大半は複数の民族が居住していて、えー、それは共同体意識を作り出していると、えー、そういう中で、まあ、国民という共同体意識は含いもののかつてはあの民族をまとめ上げるという,ふうなことが役立っていた、えー、しかしながらです、ね、1990年代というのは武力紛争にそうした、ねえー、とインフォーマルな人脈がつながってくるなぜかというと複数の民族から排出されたエリート層というのがエリート間の対立に若者を動員して、まあえー、ぶつかったというふうなことがあるんです。 まあじゃあ、そこ次、2000年代、10年代に入ってどうかっていうと、本省が明らかにしたのは、まあ、信頼の薄い国家に対する、まあ、巨国一致体制、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、巨国一致体制みたいなものがですね作り上げられたと、これはまあ国家によるその官僚的な、あるいは組織的な動員というわけではなくて、エリート個人が人々に、えー、声をかけたと。そして人々の中世からですね 人々がそれに従うことで、そうしたもうエボラタイプができたというふうなことです。というふうな形で,ですね。一つアフリカで見られた国家の在り方、国家への同輪のねかっていうのを検討しました。私の発表は以上となります。ありがとうございました。はい、岡野先生ありがとうございました。